二の腕ワークアウト、いきまーす。はい、まずハーフコブラ、途中まで上げるだけ。ふう、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、二の腕の筋肉使ってることを意識して、吐いて吸って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 吐いて。熱くなってきているの分かりますよね。吸って吐いて、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 はい、次の種目です。こうこうこう、はい、こんな感じね。ちょっとやりにくいかもしれないけど、上に上げて下に下げて開いていく、で帰ってくる、下げて開いて帰ってきて、ふう、吐いて吸って吐いて吸って吐いて吸って、このギュインってした時にね、二の腕がギュインって引き締まります。ギュイン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 、はい、これ回していきましょう。ふんふんふん、回します回して回して回して、いや二の腕効くねこれ。でもいつもみたいにこうガンガンこう負荷をかけていくっていうよりかですね、ほんまに二の腕をピンポイントに効かせていくっていうような感じです、だからまあ腕立て伏せをねできない人のために、なんかこの二の腕のメニューないかなということで、本当に初心者向け、女子向け、主婦向けということでお届けしてますが、実は結構きついんですよね、やってた。呼吸止めないでね。はい。またプランクの状態に戻ってきます。プランクの状態から。ほいほい。全身から力を抜かないように。はい。はい、次のワークアウト。ここからトントントンといって、最後肘ついて、でまたトン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 戻ってきます。でまた前に行って、はい、トントン、はい、戻ります。はい、またトン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 
ンド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 ンハーフコブだからね。きつい。これきついよね。まあ、上げれる範囲で構わないんで、まあ、ちょっと休みながらやってもいいです。
ます。